タンガの戦いとアダナサレルは第一次世界大戦中の1914年11月3日から5日にかけてイギリス領インド軍がドイツ領東アフリカの都市タンガに上陸しようとして失敗した戦い。また大戦中アフリカにおいて初めて発生した本格的な戦闘でもあった。イギリス領東アフリカとの国境から8 0トルしか 離れていないタンガは、船の通行量の多い港を抱え、この町からキリマンジャロへと伸びる重要なウサンバラ鉄道の発着駅でもあった。第一次世界大戦が勃発すると、イギリス帝国はアフリカのドイツ植民地を海上封鎖し、ドイツ領東アフリカに対する小規模の作戦に着手した。当初イギリス帝国軍はタンガを漢方射撃する計画を立てていたが、 法官外交による成果として1914年8月17日、タンガが現地からの侵略を行わないことと引き換えに砲撃を行わないという協定を結んだため計画は放棄された。しかし、イギリスはその後その協定を破棄するとともに、アーサー・エイト検少省に指揮させた、イギリス領インド軍部隊、b n 西軍8000名をボンベイから、 東アフリカへ送ることを決定した。エート県は、アフリカの黒人兵を過小評価しており、作戦成功に自信を持っていた。タンガに向かう前、エート県らは、イギリス領東アフリカのモンバサに、短期停泊したが、その際現地の王立アフリカ小銃体指揮官、B.R. グレアム中佐が協力を申し出たものの、エート県は断った。グレアムは、ドイツ軍、 アスカリを甘く見てはいけないと警告したが、エイト県はそれに同意せず、クリスマスまでには、作戦は完了するだろうと語った。エイト県の b n 西軍8000名の、うちのオスランカシャーレン隊を呼び、グルカ兵は、軍隊としての能力を持っていたが、その他のインド兵部隊は訓練もろくに受けておらず、装備も貧弱だった。また、ボンベイからモンバサへの航海で兵士の士気は、落ち込んでいた。 エ英ト県は、モンバサに停泊した時に兵に上陸許可を出すよう、提案された際、ドイツ軍に気づかれるという理由でそれを拒否したが、ドイツ側はインドから、東アフリカへ、遠征軍が向かっていることをすでに知っていた。ボンベイ港のドックに積まれた木箱にはその行き先を示す、札が貼られており、イギリスと、東アフリカの報道は、間もなく、遠征軍が到着すると伝え、また、 艦隊とモンバサの間では、平分のままで通信が交わされていた。ドイツ軍植民地防衛隊指揮官、パウル・フォン・レッド・オフォルベック大佐は、ドイツ領東アフリカ全土からタンガ守備隊に増援を送り、その数は、最終的に、約1000名になった。タンガの絵ハガキ上陸前の11月2日、イギリス軍巡洋艦フォックスが、タンガ港に到着し、イギリス軍は、 すべての協定を破棄することを通告し、タンガへの上陸作戦を発動した。作戦は、最初から災難に見舞われた。イギリス軍のエイトケンート県少将は、列島フォルベックがタンガ港に嫌いを伏せしていると憶測し、1914年11月3日に、用心して、タンガから約 5km 南に上陸した。エート県は事前にその地域を偵察しておらず、 上陸地点は、昼や水蛇が多く生息するマングローブが生い茂った、小宅地で、かやつえせばえが飛び回っていた。翌11月4日朝、A 都県は部隊に、町まで進軍するよう命じたが、またしても事前に偵察を行わなかった。8対1の兵力差があったにもかかわらず、列島フォルベックは、反撃を開始した。イギリス軍部隊は最初抵抗もなく進軍していたが、 タンが守備隊がそれを待ち伏せていた。ドイツ人将校のラッパの音とともに250名のアスカリが吸収すると、インド兵は逃走、残されたイギリス人士官はその場で戦死した。インド兵は上陸地点の海岸まで逃げていった。それを見たエートンは、ノースランカシャーレン隊とグルカ兵を中心に据えて、第二次攻撃を指示した。 ドイツ軍は強固な陣地と通信網を築き上げており、アスカリ狙撃兵が森や畑の中からイギリス軍を狙撃して苦しめた。一方、ノースランカシャーレン隊とグルカ兵はタンガ市内の数カ所の建物と病院を占領、病院の屋上にユニオンジャックを掲げた。午後までには戦闘はジャングルでの小ゼリアイに移行した。 また繰り返し襲ってくる怒れる蜂の群れとの戦いにもなった。アフリカの蜂は比較的大きく凶暴で兵士たちが出す雑音や射撃した弾丸に刺激されイギリス軍に襲いかかった。蜂に刺された兵たちは海岸へ逃げそれを追いかける蜂の群れによりパニックが広がった。イギリス軍は海の中にまで逃げ込んだ。ドイツ軍 アスカリも何人かは蜂に刺されたが、主な蜂の目は、イギリス軍に向けられ、数百箇所を刺され、意識不明になる兵もいた。激怒したエ A ト県は、艦砲射撃を命じたが、発射された砲弾が、イギリス軍により占領され、負傷者が運び込まれていた。病院に落下したため、中止された。その他の砲弾が退却するイギリス軍部隊の上に、落ちたり、インド兵が、恐怖や、 パニックなどから、めくらうちに近い射撃をしたためなど、友軍の誤射による、イギリス軍の被害は、ドイツ軍によるものより大きかった。イギリス軍は800名以上の死傷者を出し、11月5日に退却した。慌てて退却したため、後には、小銃、機関銃及び60万発以上の弾薬が残され、列島フォルベックはその全てを露獲した。 しかし、紳士だったレッドフォルベックは、白旗の下でエイト県と会見し、ブランデーを飲みながら、記録と意見を交換した。彼はまた、インド兵負傷者の手当てをするように、ドイツ人医師に行った。パウルフォン・レッドフォルベックはこの選考により、少々に昇進した。ありがとうございます。